米原市によりますと、午後6時前、伊吹地区で土石流が発生しました。伊吹地区の127世帯313人には、警戒レベル5の緊急安全確保が発令されました。消防などによりますと、土石流は伊吹山の斜面で起き、大量の土砂が山のふもとにある住宅地にまで流れ込んでいるということです。現場は今月1日にも土砂災害が発生していて、米原市では今日午後6時までの1時間におよそ40ミリの激しい雨が降ったとみられていて、その雨の影響によるものだとみられています。現時点で被害状況は把握しきれていないということです。伊吹地区にお住まいの方は直ちに命を守る行動をとってください。